手前ですしね、はい、この回全力でね、打ち取るような規約の、ね、うん、中で投げてほしいですね。4球すべてツーシーム、ツーツーピッチ、おっとこれは空振りですが、ランナー帰ってきてます。ただ一塁送球は間に合って、はい、なんとか0点で抑えています。0対0なんとか守っています。んピッチャーの横抜けていって、さあこれはタイムリーヒットになりました。ざっとセカンド飛び出して、これはタッチセーフになりました。危ない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 、ナイスなんです。ワンアウト一塁二塁、うん、今日もヒットになります。さあ抜けていく、タイムリースリーベースヒット、走者張り返す2点タイムリースリーベースヒット、いやこれは大きな2点ですね。試合をと三塁、ここからもタイムリーヒットになりました。5点目、この回3点目が入って5対0ワンアンドワン、への打球は伸びていってレッツゴーエンガーン、ね、入りました。打球がないといけない選手、おっとそしておっと武田コーチ登場。第1打席で怪我をした後はほぼフル出場するようなねゲームもありましたが、ここはショートへの打球、中島拓也掴んで一塁送球、ゲームセットです。スリーアウト。バーヘイゼンがチーム最多の5勝目をマークしています。清宮はキャリアハイの4打点ゲーム、